台風19号災害、それは予算削減が導いた人災である。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。こんばんは、京都大学の藤井聡です。こんばんは、アシスタントの吉田直です。消費税がね、はい、まあ、10% に上げられて日本経済がダメなことが確定した10月1日、まあ、その10日後の10月12日に台風19号が伊豆半島が上陸したんですよね。はい、でこれとんでもない被害でしたよね。そうですね、ちょっとこんな台風記憶にないんちゃいます。いやもう、うん、私が生きてきた中ではないですね。うん、一番大きいですよね。こう亡くなった方の数はこれよりもっと大きい数、亡くなった去年のね、西日本豪雨とかあるんですけど、まあ、それでも100名の方が亡くなって、はい、でかつ堤防のね決壊が80箇所、80箇所、大体80箇所、もう70何箇所から80ぐらいね、これ決壊して、これ氾濫はもうちょっと数えきれない。氾濫っていうのは堤防を水が越えるっていうことですけど、はい、で決壊っていうのは越えてしばらくしたら堤防が崩れ去って、でも水が全部で流れてしまうと。あ、だから決壊ってすっごい怖いことなんですよ。あ、じゃあ氾濫のさらに上ということですね。時々京都でもね、桂川とかちょっと洪水になってたじゃないですか。あれ大変やなって言ってたんです。あれは全部氾濫です。ね、氾濫だけでも大変なんですけど、はい、決壊になるとそれこそ桂川がもし決壊したらね、桂川沿いに家いっぱい建ってるじゃないですか。建ってますね。あそこ全部水浸しなんですよ。うわー、だからね、そういうことが今回千曲川やとか、はいはい、阿武隈川やとかいろんなところでも80箇所近く、80箇所前後それが起こったと。で堤防決壊一つだけで大ニュースでね、先ほども申し上げましたけど、はい、鬼怒川の堤防っていうのが 4,5 年前だったかな、関東の方で決壊したんですよ。これ大ニュースになりました。でも河川1個だけですよ。でそれが今回80箇所ですから、とんでもない数ですね。とんでもないことなんですよ。でこれなんでこんなことになってしもたんかっていうと、もちろん台風のサイズがでかいっていうのは当然あるんですけど、はい、実はこのでっかい台風でも守られた川がいっぱいあるんですよ。そうなんですか。でも決壊した川もいっぱいあると。うん、じゃあ何がその両者を分けたかっていうと、お金かけてたかどうかだけだったんですよ。そこなんですね。だからね、結局今回ね、19号災害っていうのは、はい、予算削減が導いた人災の側面が濃密にあるんですよ。ちゃんとしてれば守れたということですか。今日はね、そんなとこを話したいなと思います。聞けば今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。疲れ果てた営業先の接待の帰り、乗り込んだタクシーの運転手さんにラジオをつけてと頼んだ。好きな曲が流れてきた。思わず小さく口ずさんだ。目を閉じた。気がつけばラジオのボリュームが少し上がっていた。安心と安全、そして真心も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。毎度バースです。毎日大阪の街をぐる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 お客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわね、運転手さん。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。前回21日放送分でのお話の中で西村玲さんとご紹介をしておりましたが、正しくは日本思想史研究者の西村亮さんでした。お詫びして訂正いたします。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは台風19号災害、それは
予算削減が導いた人災である、うん、今回はねその堤防が決壊したところの中で、はい、予算さえかけてたら決壊しなくて済んだのにというようなお話とね、うん、それからもう台風の大雨で堤防決壊ギリギリだったんだけど免れた話、はい、でその免れた背後にはダムとかそれからいろんな堤防とか治水事業があったから守られたんだと、この2つのお話をねまず紹介して、で結局その両者を通して予算削減が導いた人災として今回の19号災害があったんだなというのをちょっとお話できればと思うんですけど、お願いします。まあ、今回一番有名になった、まあ、堤防決壊事例っていうと千曲川、すごいニュースになってました、うんね、長野県、長野、そうそう、あれはね信濃川っていう日本でも有数の巨大河川の上流に位置する、はい、まあ、川なんですね。でこれがね70メーターにわたって堤防が崩れ去った。わあ、そっから水がね、だから越水だったら水の上部分だけしか水が流れないじゃないですか、はい、漏れないじゃないですか、ところが、うんうん、決壊されると川の底から水が全部その町の中に流れ出してしまう、だからもう泥も何もかも行ってしまうんですね。そうですそうです、これとんでもないことになったんですけど、実はねここがその場所、まさにその場所が、まあ、決壊するっていうのは洪水とか川のね技術者専門家からするとみんな知ってたところだったんですよ。ここはもともとね千曲川っていうのはもう太い川なんですけど、はい、ちょうどこの部分で川幅がねだいたい 3,4 割にぐっと狭められる場所だったんですよ、はい、で当然川幅が狭められると水位がギュッと上がるじゃないですか。そうですね、今まであったものが、うん、そうそうそう、ギュッと上がるし、ね、で水が流れにくくなるからそこで水がこう滞留というか溜まっちゃうと、でそうするともうそんな場所だったからものすごい雨が降ったら、まあ、そこが一番危ないと、うん、そういうの分かってたわけですよ。だからここはとっととやっとかなあかんというのは、まあ関係者みんな分かってたんですけど、これがまあおざなりにされたんですね。でもともと堤防とかダムとかにかけるお金っていうのは90年代後半はだいたい年間あたり、まあ、2兆円弱とかあった、はい、毎年ね補正予算っていうのを特別の予算とかはあるんですけど、それちょっと別に毎年定型的な予算っていうのはそれぐらいあったんですけど、うん、今それがねだいたい半分になったんです。半分、うん、半分になったんです。だからねだいたい1兆円ぐらい削られた状況が、8000億から1兆円ぐらい削られた状況があって、それが20年前じゃないですか、はい、で徐々に削られてきたんで、だいたい計算するとこういう堤防とかにかけるお金が8兆円から10兆円使われなくなったんですよ。それはなんでそんな削られるんですか、うん、それはね財務省とかが、うん、予算を削りたがって、要はねもう社会保障がお金予算いるから、もう少子高齢化するからどこ削ろうか言って、でなかなか学校の先生の首切られへんし、で防衛費もあんま削った中国とか怖いし、うん、怖いです。でどこしよう言って、じゃあまあダムとか作らんでもええかと、うん、台風来ないかもしれないしと、いやまあ実際ね、うん、分かんないですから、まあ来へんかもしれないし、まあここ一番削りやすいなと、で今削ったってみんな怒らへんやろと、これね、うん、なんかこう社会保障とか削ったらみんな怒るじゃないですか。まあそうですね、なんで俺のお金こんなに少ないね、うん、で学校の先生とかおられたらこんなんも困るやないかって、ね、みんな怒るじゃないですか。でもダムとか堤防削ってもなんか未来の国民のためのものやから、はい、で今の国民あんま怒らないんですよ。そっか、だから今危機に置かれてないから、うん、そう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 、だからまあここ削りやすいな言って、そこはやり玉に上がったんです。あ、で財務省とかその財務省に垂らし込まれた政治家とか、はい、垂らし込まれた新聞記者とかテレビとかみんな、あ、分かりました、じゃあちょっとこれから公共事業叩きましょうって、で90年代から公共事業がむちゃくちゃ叩かれるようになったんですよ。そんなことがあったんですね、うん、なんか公共事業やってるやつは悪いやつやみたいなね。うん、で脱ダム宣言とか、あ、なんか見ますね、うん、あるでしょ、なんかダムはなんかあかんやつや、あります、建設やめろとか、そうそうそう、ね、でまあ、そういう声はもちろんありますから、自然大事、それも自然も大事ですよ、こんな公共事業やってもしょうがないと、うん、でなんか政治家と利権がある事業なんてやめちまえみたいな、だからなんか公共事業悪玉論っていうのがすごく流布されて、それで8兆円か10兆円削られたんです。そうやったらこの千曲川のところまでお金が回ってこなかったんですよ。で、これ計算しないとわからないんですけど、はい、まあそんあんだけ危ないとこですから千曲川ね、まあ、8兆円余分にお金があったらまあ直してましたわ。うーん、まあ直してた。だからこれは結局、まあ、人災の側面が強いですね、はい。多摩川、
多摩川。多摩川今回ね、結構問題になってるじゃないですか。うん、なってました。これなんで問題になってるか言ったらね、東京にあるからなんですよ。はあ、日本の中心。うん、東京にあって人が多いし、で、あの辺りを知ってるスタッフ多いんですよ。僕だって分かりますよ。ああ、あそこなって分かりますから。うん、あ、行ったことあるとか、東京とか仕事があるし。ああ、そこなとか、だからスタッフみんな分かるから、はい、だからみんなね、ニュースで取り上げるんですよ。遠い東北のいろんな阿武隈川とかもう70カ所ぐらい東北にいっぱいあるんですけど、決壊したとか60カ所とか、なんそこよりも多摩川の越水の方が目立つんですよ。はあ、いやでも問題なのはそっちですよね、うん、東北の方ですよね。でもまあ多摩川も大変でね、まあそこはね、堤防がずっと多摩川あったんですよ。で東京だけはめちゃくちゃお金かけられてるんですよ。へえ、東京は守られて、今回後で言いますけれども、荒川も利根川も多摩川も決壊免れてますからね。ギリギリ江戸川も全部守られてるんですよ、ね、うんうん、あんだけ雨降ったのに。めちゃくちゃ降ったんですよ関東。うんですよね。地図にね、決壊したバツ、決壊したところにバツつけてる地図があるんで、それ見たんですけどね、はい、関東平野はねほとんどバツないんですよ。お、東北に行ったらバツだらけ。だからね、この意味でも東北が見捨てられてるっていうところが、まあ、あるんですけど、まあ、それでも、まあ、多摩川越水して、であそこやっぱ結構問題になったんですよ。多摩川の被害が軽いとは僕は言わないですから、越水でも大変なことになって、まあ、大都会ですから、あそこは下水道が流れ込まなくなって内水氾濫って言って、あ、中川から出てくるやつですよね。マンホールがバーって、うん、でも今もう本当汚い話ですけど、下水が町中に充満してて、とてつもない汚水の公害が起こってると、うん、もうとんでもない状況になってるらしいですけど、でもやっぱりこう一番大きなものの一つがやっぱりこう堤防が越水したんですよ。なんでかって言ったら、ね、はい、そこね低かったんですよ。これはね、あの景観の問題とかがあって、まあ、危ないって分かってたんですけど、堤防工事するのも嫌やしっていう住民の声もあって、うん、で行政当局の方も危ないけどまあ嫌や言うてはるしまあええかって放置されたんですよ。だからそこも予想通り水が越えて工事になったと、うん、これね8兆円あったらね、はい、僕やってたと思いますわ。ここも、うん、反対はあったかもしれんけど、うん、やっぱ8兆円あったらその住民のこうワークショップとかね、はい、この地域の人の説明会とか繰り返しやる予算も出てきますから、はい、だからこうなったら大変ですよということが話が出て対応してた可能性僕十分あると思います。うん、これもね、まあ、人災の側面強いなと。でさらにね、はい、利根川、はい、この入間川水系っていうのがあってね、はい、まあ、ここは利根川そのものはあの堤防は決壊は免れたんですけど、その支流の支流の方で、ね、入間川かなあって、ここは3カ所決壊したんですけど、ここもねやっぱりちょっと調べてみると十分予想できた場所なんですよ。うーん、もうそこばっかりですね。ここはもうほとんど千曲川と同じように、はい、8兆円さえあれば、まあ、やってたやろなと。うーん、あとね、あの僕今回調べた範囲でこの3つぐらいですけど、もう山のように出てくると思いますわ。あとね、また僕土砂災害確認してないですけど、はい、土砂災害は砂防ダムっていうのを作ったら完全に守られるんですけど、うん、まあ、そこも絶対あるはずですわ。いやもう本当に直さないといけないところが山ほどあるんですね。これで、ね、あと守られた方、はい、これ今一番有名なのはヤンバダム。ヤンバダム、うん、今なんかネットでちょっとバズってるんですか、はい、ですよ。で、あの、うん、なんか今までずっと工事が止まってたんですよね、うんうん、でそれが再開されて、うん、なんとか今回の免れたっていう風には上がってました。再開がね10月1日だったんですよ。おお、ね、ギリギリ間に合ったんですよ本当に。これでね 3,4 ヶ月かけて水を満タンにしようとしてた。もうダムって京都やった天ヶ瀬ダムとか、はいはい、行ったことあります？あります。めっちゃでかい湖じゃない、大きい、あれぐらいの水が溜まるのがダムなんですよ。はい、ヤンバダムもあれぐらい、もう本当に湖みたいな、そう、湖ができますよね。これ7万5000リューベイっていう、まあ、量なんですけど、これ空だった。これ 3,4 ヶ月経ててあの湖作ろうかって言ってたんですけど、はい、1日で溜まったんですよ。でも本当にギリギリでしたよね。台風ってすごいですよ。だから7万5000リューベイの水があんだけの、まあ、天ヶ瀬ダムのことを知ってる人やったらあんだけの水が下流側に流れないように全部止めたんですよダムが。いやあれ流れてたらもう、いやそうです、とんでもないですよね。地図見たらね、あれがあの利根川の本流に流れてきますから、その下流側はね決壊一個もなかったんですよ。あ、支流ではあったんですよ、うんうん、合流地点とか支流ではあったんですけど本流では一個もなかった。何度か守ってくれた、うん、あの7万5000リューベがね全部ガラー流れてたらね、これ決壊してた可能性十分あります。うーん、さらにね荒川、は
はい、僕が一番恐れてるのは荒川の洪水決壊だったんですけど、はい、荒川にはね、第一調整池っていうのがね、はい、戸田市とか埼玉市のあたりに、まあ、あるんですよ。これね、ここに空の池が作ってあるんですよ。はいはい。でね、洪水になりそうになったらまずそこに洪水を起こさせて、そこに水溜めるんです。あ、逃げ道ですか。そういう場所をね作ってたんですよ。遊水池って言って、これ90年代後半にまあできたんですけど、20世紀最後ぐらいにできたんですけど、はい、ここのね水の溜まる量が3万5000リューベ溜まったんですよ。3万5000リューベってことはヤンバダムの半分、うん、ですね。天ヶ瀬ダムの半分ぐらいの水を埼玉市内で溜めて止めたんですよ、その下流側に流れるの。うーん、だからね、その下流側はこの3万5000が流れてたら決壊してたと思います今回は、ね。だからもう家とかももっと浸水被害があったかもしれない、うん、なんでかっていうと荒川はね、あの危険水域ってあるんですけど、危険水域から一番やばい時は30センチ上回ってたんですよ。おお。だ、危険水域ですから、もうここでも決壊してもしょうがないですよ、はい。でそれで3万5千止めてて、そんな感じですから、止めてなかったらもう行ってますよ。そうですよね、行ってますから。ダムとかってやっぱ大切なんですね、うん、で荒川が行ってたら、うん、土木学会の試算によると26兆円から、まあ、50兆円ですね、トータル50兆円ぐらいの経済被害が出たと言われてます。わー、削ってる方のが全然、ね、うん、そうそうそう、少ないですよね。だからね、結局ね、こうやってお金をちゃんとかけたところは守られたんですよ、うん、逆にお金かかってますよね、かけてないことによって。そうなんですよ、そうなんですよ、アホですよね。お金ちゃんと事前にかけといた、保険みたいなもんですから、うん、保険入っといたらよかったなみたいな話になってるわけですよ。だって普通に私たちでも保険入りますよね、うんうん、そうなんですよ、なんかあったら怖いしって。そうなんですよ、で、うん、今回お金だけじゃなくて、うん、命ですからね。そうですよ、うん、だけど東北とかね、長野とか地方都市には東京にかけるほどのお金がかけられてないから、山ほど堤防が決壊して100人近くの方が死者、行方不明者になられたと、うん、はい、要するにね、政府がねサボったっちゅうことですよ、うん、政府がもうちょっとねちゃんとサボらんとね、お金使ってたらみんな普通に生活してはった、はい、守られてた、町も守られて何にもなかったように暮らすことができたはずなんですよ、はい、政府がねサボっとったっちゅうことなんですよ。だからね、そのサボってるっていうのはね、ほんまにあかんのですよね、はい、そんなねサボってるやつはもうどんだけしょうもないクズみたいなやつかというのを歌った曲を今日は一曲おかけしたいなと思います、はい。まあ、サボるっていうのはこれ英語で、ね、レイジー、自堕落な、レイジーっていうのはもう自堕落なね、もうダラ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 何にもせんと部屋でゴロ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 するやつのことをねこれ英語でレイジー、レイジーって言うんですけどね、はい、そういうね、もうまさにレイジー by Deep Purple。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ、これからも地域と共に歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。高校受験の試験会場に向かう途中、タクシーの中で受験票を自宅に忘れたことに気づいた僕、大慌てになる僕に、大丈夫です、落ち着いてお任せください、そう言ってハンドルを握りしめ、自宅から試験会場まで遅れることなく送り届けてくれた運転手さん、あの時の運転手さんのこと一生忘れません。背中に思いやり、日本タクシー株式会社。
ディープパープルでレイジーお届けしました。いやー懐かしい。懐かしいですか。もうなんか聞いててちょっと涙が出てきそうになりましたね僕ね。もう青春時代の曲ですか。青春時代どころかね、僕はこれね4歳ぐらいの時の。もっとも幼い。5歳とか6歳ぐらいからこれ聞いてましたからこれね。これね1972年のねマシンヘッドっていうアルバムの、はいはい、あのまあディープパープルで一番有名なあのハイウェイスター。あ、ハイウェイスター知ってます、ハイウェイスターから始まる、まあ、有名なアルバムなんですよ、はいはい、でこれね僕お兄ちゃんが7つ上で姉ちゃん10上なんですよ、うん、であいつらが僕はだから4歳か5歳ぐらいの時でしょ。そしたらお兄ちゃん10上だから14とか15ですよ。お姉ちゃんとちょうど思春期ですね。もうね聞いとってね、もう子守歌のようにこのディープパープルとレッドゼッペリンと、はい、レッドゼッペリンとドアーズとかいろんなもんがもういつもこう、あ、じゃあ兄弟の影響が結構強い。いやグランドファンクレールロードとかもいつもどうでもいいのがいつも流れてて、まあ、あの歌謡曲ジュリーとともにピンクレディとともにこうディープアップルが流れてたっていうね、なかなかの幅ですね。よくわからない子供時代だったんですもうその時代をね、はい、思い出しますね。うん、これはねもうモロブルース、まあ、今から聞いたらなんかこうかなりスタンダードなね、はい、あなるほどな、うん、そっかそっかこれでもすごいなと思っててんなとかいろいろ思うこともあるんですけど、はい、やっぱこう懐かしいですよね。うん、ディープアップルのすごいのはね歌詞がつまらないんですよ。歌詞がつまらない。歌詞がねちょっと今の若い子知らないかもしれませんけど、ちょっと前はねあの王様っていうなんか変なパロディーミュージシャンみたいなのがいて、はい、こいつがねディープパープルの歌を和訳で歌うっていうねネタがあったんですよ。あ、そうなんですか。でねあのディープパープルで、まあ、一番有名なのはあのスモークオンザウォーター、古城の煙火の粉バチバチってね歌うっていうねあのなんかもう雰囲気がしょうもない歌詞書けるんです。もうだからとにかくもう歌詞なんでもええわみたいなやつなんですよ。なんかフランクザッパが来てなんか飲んどったらなんか火事なったみたいな、はい、もうそのまま歌詞にしよるんですよもうどうでもええなことで、このレイジーも本当どうでもええな話なんですよ、うん、これもね僕も今回初めてね歌詞じっくり見ましたけどね、はい、しょうもない歌詞やなと。もうレイジーやからしょうもなくてもいいんですけどね、これはもう我が日本国政府のこの低たらくをこう歌った曲だと。君だるいんだろ、ベッドでじっとしときなよ、お金もいらないしパンだってもう食わねえんだろお前ずっと寝とけよみたいな曲なんです。自堕落ですね。でこれがね意外とこれね今回の話も重なるのがね、溺れ死ぬって時でも藁にはすがらないんだよお前はな、生きていきたくないんだ、もう泣きたくもないんだよな、うんうんうん、こうねなんかこう自堕落になってくるとこれから溺れるから備えようなんてことも考えないし、うん、ていうか溺れてるけれどももう藁も使うのもめんどくさいわと、いうぐらいレイジーだと、はあね、もうそんだけ怠けてる、もう寝てるだけでパンも食わんやつですからね、うん、何も食べんですから。だからねこれもう汚い、なんかもう髪の毛もボサボサで風呂も 4,5 日入ってなくてもなんかパンツ一丁でもなんかシーツも2ヶ月ぐらい変えてないところでゴロゴロしてそうで、もうなんか何やら何やらもう湧いてそうで、もうちゃぶ台というかそこラーメン4日前のラーメンが汁そのまま置いてあったり、うん、でもうなんか冷蔵庫の中にはもう2年ぐらい前のなんかわけのわからんもうなんかこう黒くなった草とも入ってたりとかしそうじゃないですか。いやいやなんかそんな雰囲気しますね。ね、でそれダメじゃないですか。ダメです。そうなったらもう当然なんか未来のために防災投資なんてやらないわけですよ。うん、だから僕の目にはねもう今あの日本国政府のね低たらく、財務省の低たらくってねこんなレイジー野郎、こんなひどいんですか。こんなやつに僕の目には映ってます。週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ、 KBS 京都からお送りしています。この街の日常を守るため私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。さあここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。大阪運輸倉庫株式会社。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。いやこれでもレイジ聞いていただいて、はい、いやこれではあかんと、
ダメですね。やっぱりね、お金かけない方がなんかすごい立派な政治家みたいなね、こう無駄遣いしないみたいな、はい、言われてますけど、単にお前レイジーなだけやないかと。もうおっしゃる通り。でそれで人死んでるやんけお前と、はい、いうふうに僕はいつも思ってるんですよね。でも、うん、レイジーな人間にいくれってもちゃんとあんた起きって、もういいよもうこのままで、はい起きって、もう眠たいねんもうみたいな、うんうん、楽な方に ね逃げちゃいますね。だからね、結局日本もね、楽な方に流れて、うん、で東北でいっぱい人が死んでしもってね、町がボロボロなってね、長野でこんなことばっかりしてたらね、もうそのうちものすごい台風が来て、もう荒川の能力、利根川の能力を超えることだってあるんですからね、はい、そうなったらね、もう何万人も死にますよ、東京で。とんでもないですよね、うん、そうならないためにもやっぱりね、全力で毎年毎年努力をして、うん、少しずつでも安全になるようにやっていくしかもしょうがないですよ。だって、自然災害は止められないですからね。だってもうこんな国に生まれ落ちたんだから日本は台風来るんです。はい。だからね、できることをしないと。うん、しないとしょうがない、うん。もう、だからレイジでも家でゴロゴロしててももう、しょうがないんだから、もうちゃんとやりましょう。はい。はい。表現者クライテリオンのね、はい、最新号が出てますよね。そうです、そうです。今出てますからね。はい、まあ、この防災の話も結局ね、政府がどうやってちゃんとやるかっていう話ですから、うん、はい、ぼーっとしてたらあかんねんでっていう、もうお坊ちゃんみたいなことばっかりしたらあかんよっていうのがね、今やってますから、はい、ぜひ読んでください、それも。書店やインターネットでぜひご購入よろしくお願いします。はい、また番組では、藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは、fuji@kbs.kyotoです。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今週もありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。やっぱりね、この台風の問題大きいですから、来週もまたこれ続けてね、この台風問題ガンガン話していきたいと思いますから、この未来の日本のためにね、はい、こうやっていきたいと思いますから、それではまた来週月曜日午後9時半まで、さようなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。